おはようございます。キャプテン山本です。今日はですね、女性を支配するためには何が必要なのかということについて喋っていこうと思います。ではよろしくお願いします。はい。で、まあ、女性を支配するっていうのはですね、まあ、一昔前に、恋愛業界というかね、恋愛教育業界というか、なんというか、では、性欲奴隷だったかな、肉欲奴隷みたいな、その性奴隷みたいな、奴隷みたいな言葉が流行ったんですけど、やっぱり男っていうのは支配欲があるから、そういうふうに憧れますよね。女性を支配してみたいな、ことですね。そういうのは憧れると思うんです。で、じゃあ例えば、まあ短絡的にね、 S になればいいんでしょうとか、まあいますよね、よくそういう、俺 S だよとかって自分でアピールする人とか、そういう人とかいて、まあそういう人多分モテないと思うんですよ。で、なんで、じゃあみんなそういうふうに支配したいのにできないのかということですね。それについてちょっと喋っておきます。で、そういうことを知ればですね、逆にやっちゃいけないことが分かるから、やるべきことっていうのが見えてくるんですね。はい。で、これ、ポイントは本当にたった一つなんですけど、多くの人が知らないので、その女性を、まあ、支配できないと。まあ、支配できないっていうか、その逃げてっちゃうんですよね、女性が。もっとその、なんていうんですかね、こう具体的な言い方をすれば逃げちゃうんですよ、女性が。支配するというか、そう、支配するために相手がいてもらわないといけないので、でもやっぱり嫌だっつって逃げちゃうんですね。で、それがなぜかということをしゃべっています。それは、まあ、なぜかというと、もう本当に答えは簡単で、基本がなってないからということなんですね。例えば、礼儀がなってないとかもそうなんですけど、受け答えができないとか、会話のね、基本がなってないということが本当は原因なんですよ。つまり、まあ、僕はこれ S で、まあ、バランスの取れた S ということですね。 S ベースの会話でしていかなきゃいけないよってことを常に言ってるんですけども、多くの人がそのただの S なんですよね。 S ブローとすると、それなぜかというと、基本的な会話ができてないんですよ。つまり、基本がなってないのに、S ブローとしてテクニックで乗り越えようとしちゃうんですよね。そうだから、うまくいかないんですよね。そう、だから女性を支配するためにはですね、実はまず基本が重要ということを本当に言いたいです。言いたいっていうか、本当にそこが重要なんです。で、これ、じゃあ具体例を挙げるとどういうことかっていうと、例えば初対面で会った時に、いきなり S ブローとするやつがいたりとか、いきなり支配しようっていうことはダメなんですよ。ダメというか無理なんですね、それは。だからまず、ちょっと例えば茶化すぐらいだったらいいんですけど、茶化した後にフォローしていく必要があるわけですよ。で、フォローをして、ちゃんとした一面っていうのを見せる必要があるんですね。で、そのちゃんとした一面っていうのはあなたの人間性であり、例えば本当に些細なことですけど、まあ、相手がね、タバコを吸うって言ったんであれば、まあ、灰皿をね、すっとそこに置いてあげるとか、ないんだったら取りに行ってあげるとか、そういうことです。あとは目を見てしっかり話すとか、相手が、から出てきた会話を元に会話を組み立ててあげるということです。相手がファって言ったことを見逃さずに、そうなんだって、じゃあこうなのっていうふうに返すということですね。意外とそれできてないんですよ。そういう基本を全部できた上に、そういうふうに基本があるからこそ、そういう人間性がね、しっかりと作られているからこその S なんですよね。これを忘れちゃいけないということです。意外とそこすらできてない人が支配するなんてちゃんちゃらおかしいです。それは無理です。はい。そんな人格破綻者というかね、まあ人格破綻者っつったら、まあそれは置いといて、本当に基本的な基礎ができてないのに、女性を支配するなんてちゃんちゃらおかしいということを、今日は僕は本当に、伝えたいことですね。以上です。キャプテン山本でした。ありがとうございます。